もしあなたが鳥やったら泳ぐ練習なんかせんでいいねん。そういうことですよね。はい、こんにちは、ミスターおかちです。会社が3年目の時に会社が潰れそうになりました。売上が止まった。毎月20万円の赤字。でもスケジュールはパンパン。新しい商品を考える体力もお金も時間もなかった。なんでこうなったか。お客さんの声を聞きすぎたから。お客さんに選ばれるためにはお客さんの声だけを聞いてたらあかん。33歳の時にアメリカから帰ってきた。この和歌山でライフスキルの学校を作るため。最初はお客さん0人、当たり前。でも宣伝して広報して子供たちと向き合って、そんなことをやってると少しずつ増えていった。目の前で子供たちが夢中になってる。その姿が力をくれた。親御さんが信頼して預けてくれる。それが何よりも嬉しかった。もっと子供を伸ばしたい。もっと親御さんに喜んでもらいたい。決めたよ。お客さんの声を聞こうと。で、求めることは全部やる。やったよ。英語の文法クラスやりました。レゴのクラスやってほしい、やりました。ダンスバトルのクラスをやってほしい、やりました。全部やりました。じゃあ少しずつ生徒さんが増えてって黒字になった。このまま続けていったらこの会社は大きくなる。この学校は大きくなって生徒さんも増えていく。それは間違いないと確信してた。でもある時止まった。新しい生徒さんが来なくなった。増えなくなった。売り上げは止まりました。でもそれだけじゃない。今まで来てた人たちも辞めていった。なんで？なんで？求めてること全部やった。やってほしいって言われたことをやった。なんで辞めるの？なんで申し込んでくれへんの？思ったよ。で、気づいたら真っ黒。自分のカレンダー真っ黒。スケジュールパンパン。自分がやりたくないこと、自分でなくてもいい仕事、自分が得意でないことで真っ黒やったんよ。隙間がないんよ。新しい商品を考えても、それを考えても埋める隙間がないんよ。どうやって売り上げを伸ばしたらいいの？もう積んだよ。何やってんねんって。こんなことをやりたいために学校作ったんやっけ？英語の文法を教えるために留学したん？ダンスバトルを教えるためにやってんの？いや違うって。俺がやりたかったことは、自分が腹の底からやりたいと思ってること、あるがままの自分を表現して一人一人の生きる力を伸ばす。そのためにこの学校を作ったやん。全然自分がやりたいことできてない。自分でなくてもいい仕事ばっかりやってる。これじゃあかん。決めたよ。俺は俺にしかできないことをやる。自分が得意なことをやる。腹の底から、心の底からどうしてもやりたいって思うことをやる。決めた。やめたよ、たくさん。もちろんやめたら言われたよ。おかっちに英語を教えてもらいたい。前のバトルのクラスの方が良かった。いっぱい言われた。まあ、それだけじゃない。新しい先生雇わなあかん。お金が消えていく。財布からどんどんなくなっていく。借金は増えていく。でもだからといって目の前でがっかりしてる人はいるよ。で、生徒さんも辞めていくよ。売り上げは減るよ。借金はたまるよ。でもだからといってまた俺が今まで通り英語のクラスをやってたら、ダンスバトルのクラスやってたら、俺でなくてもいいことをやってたら、今までと一緒や。何も変わらへんねん。だから必死で耐えたよ。痛かったよ。辛かったよ。手放すことは辛い。苦しかった。でもこれを耐えないと自分が本当に作りたい学校ができない。その時に思いつきました。子供ラボというクラス。それは子供たちがやりたいって思ったことをこの指止まれ形式で集めて、そして街のプロフェッショナルと一緒に協力して商品を作るというもの。映画作ったよ。トランプ作った。 LINE スタンプ作った。ね、銭湯のイベント考えた。カップケーキ屋さんのメニューを考えた。そんなことを やったよ。やってやってやったよ。でも最初は何やってんの？ただ遊んでるだけやんって。なかなか生徒は増えへんかった。でもそれは
生徒が増えなかっても誰から何を言われようが心の底からやりたいと思ったことやし、自分がそれだったら自分の得意なことを活かせるって思った。だからやったよ、やり続けたよ。じゃあ少しずつだけど生徒さんも増えてった。そして評判が良くなってメディアにも取り上げられるようになった。そして2年経ってようやく赤字から黒字になって生徒さんも300人まで増えた。もちろん生徒が増えたこと嬉しかったよ。でもちろん赤字から抜け出したことは嬉しかったよ。でもそれ以上に自分が腹の底から絶対にどうしてもやりたいって思ったことをやり抜いて、そしてそれを子供たちが喜んでくれた。そして目の前で表現したこと、僕たちが表現したその環境の中で子供たちが生き生きと輝いているその姿を見れた。そしてその姿を見た親御さんからありがとうって言ってもらえた、感謝された。それが本当に本当に嬉しいことで、俺の生きる喜びになった。今やから思う、お客さんは大事、役に立とうっていう気持ちも考えも大事、知ってる。でもね、今やってることが自分でないといけないことなのか、自分が本当に心の底からやりたいことなのか、それを自分の頭で考えるということ、これめちゃくちゃ大事やね。だってお客さんのことをお客さんが求められるまま、お客さんの声を求められるままやってたら他の人と何も変わらへん、同じ商品が出来上がる、つまり選ばれないの。そういうことをやっていくと自分が本当に心からやりたいことがわからなくなって、いつの間にか真っ黒、カレンダー真っ黒、自分がやりたくないことと自分でなくてもいいことと自分が苦手なことで真っ黒になってる。それは本当に自分の力が出ない、自分の力が発揮できない、それは本当に辛いことやって思った。だからこれから10年たったの一つだけ、たったの一つだけあなたがするとしたら、それは一体何ですか？一つだけ。今やっていることはあなたが腹の底からどうしてもやりたいことですか？自分が得意なことですか？あなたでないといけないことですか？この質問にイエスって答えられないことは捨てる、手放す、削っていく、削って削って削る。この仕事は削る、この仕事は自分でなくてもいい、削る。でもこの仕事を削ったら自分が自分でなくなる、だから自分がやる。そういう風に削って削って削る、そのプロセスの中で自分が何者なのかが分かってくんね。まるで彫刻家や、石膏、彫刻の石膏、一番初め作品を作る前はそれ見ても何か分からん、ただの石や。でもそれをあなたの意思で自分の選択で削って削って削って削ることで、自分が心から表現したいものが相手に伝わる、自分が何者なのかが自分もそれ見て分かるし相手も分かる、自分が何屋さんなのかが分かるんよ。何屋さんかが分かるから選ばれる。もちろん辛いよ、削るプロセスは本当に苦しい。目の前のお客さんをがっかりさせることもある、そしてお金がなくなることもある、ストレス、プレッシャー、いろんな思いしたよ、苦しかった。でもそのプロセスは自分が心から表現したいものを世界に伝えるために、目の前のお客さんに伝えるためにはとても大事なプロセスやね。そうやって極限まで削って削って削って、自分が心からやりたいその一点を自分で選んで集中すること、そうすることで選ばれる商品ができ、選ばれる人間になれる。それが7年間の企業経験で学んだことです。だからあなたに伝えたい、あなたが腹の底からどうしてもやりたいことに従おう。自分でないといけないこと、それに 100% 集中しよう。もしあなたが鳥やったら泳ぐ練習なんかせんでいいね。
海で生きなくてもいいねん。魚と勝負せんでいいねん。自分が活躍できる場所で、自分が得意なことで勝負をする。そうすることで、あなたの力が発揮できる。あなたらしさを表現できる。自分の力が発揮できて、目の前のお客さんに喜んでもらえる。選んでもらえる。そうやって世界が少しずつ変わっていく。そういうふうに信じています。苦しいこともあるし、辛いこともあると思う。でも、削って、自分が何者かということをちゃんと表現し、そして心からやりたいことをやっていきたい。そして自分自身の心が震える、そして心を動かす、そんな仕事を一緒にできたらいいなって思ってます。はい、以上です。ね、まあ今ね、コロナのショックの真っ最中なんですけど、こういう本当に今までとは違う、こういう世界に置かれているからこそ、本当に自分がやりたいこと、本当に自分がやるべきことっていうのを考える時間ってものすごく大事だと思います。それは削ること、そこにあるっていうふうに思ってます。はい、ということで、このミスターおかちのチャンネルでは、生きる力が湧いてくる、そんな動画を投稿します。ちょっとでも元気になったなって思った方は、いいねボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録ボタン押してもらえたらめっちゃめちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、素敵な一日を。さよなら。さあ、削るぞ。